ラプラタの空中写真ラプラタはアルゼンチンブエノスアイレス州の州都。ブエノスアイレスが連邦の首都として連邦地区となった1880年以降に開発された計画都市で当時のブエノスアイレス州知事ダルドロジャによって建設が進められ、公式には1882年11月19日に開設が宣言された。人口は約54万人。 ウエノスアイレス市の南東5 0トル先にあり、ラプラタ川に面している。州の行政機関と大学を設置するために計画された都市である。州政府庁舎は国際コンペが行われ、知事校舎はイタリア人、市役所はドイツ人によって設計された。また、ラプラタ大学が1897年に設立されている。町は1952年に 33歳の若さで、世を去った、大統領夫人をしのんで、エヴァ・ペロンに改名されたが、ペロン大統領が下野した1955年には、元の名前に戻されている。ラプラタ大聖堂ラプラタ市とブエノスアイレストを結ぶ、主要道路として、全長約50キロメートルの、リカルド・バルビン高速道路がある。また、大ブエノスアイレスト市県内各都市とを結ぶ、道路としては、 フアンドミンゴペロン通り、ヘネラル・ベルグラーの通り、修道215号線、6号線、11号線がある。これらの道路上には自動車の他に都市間バスも多く運行されている。ブエノスアイレス市内との間の主要な交通機関として1892年に南鉄道が敷設され、1948年に国の政策により国有化し、 ロカ将軍鉄道の一部となった。その後幾度かの経済危機などにより設備の更新が滞っていたが、日本の支援により電化が開始され2017年10月に、ブエノスアイレス市内南部のプラサ・コンスティトゥシオン駅とラプラ大駅の間のかつての南鉄道の区間の電化工事がすべて完成し、それまでのディーゼル機関車が牽引する手動客用扉の客車列車に比べ、 安全かつ快適に移動できるようになった。両都市間を電車は1時間ほどで結ぶ。また市内の通勤・通学路線としてラプラタ大学列車も運行されており、路下線のラプラタ駅と同市内にあるポリクリニコ駅の間を起動車が20分で結ぶ。その他にもラプラタから南部に向かう路線や臨港線が存在するが、貨物が中心で、すでに旅客営業は廃止されている。 ロカ将軍鉄道の基間は1676ミ、mm、リメートル。ロカ線、ラプラタ駅の駅舎ロカ線、ラプラタ駅のホームとヨーロッパ式のドーム型屋根また2番目の蒸気都市間の路線として、ブエノスアイレス州営鉄道が存在したが、こちらも国有化され、ベルグラーの将軍鉄道の一部となった後、不採算路線の整理で廃止されている。基間は1000ミリメートル。ラプラタ駅は、 下線とは別の場所に存在した州営鉄道ラプラタ駅の駅舎と校内ラプラタでは市内電車が1884年から1966年まで運行されていた。開業当初は馬車鉄道であったがその後電化され南米最初の電気鉄道として民間企業により運行が開始された。 1948年に公営化されたものの、その後のモータリゼーションの進行などもあり、不採算路線から廃止が開始され、1966年12月31日をもってすべての路線が廃止となった。ラプラタ市から北に数キロメートルの位置のエンセナーダ・パルティードにラプラタ港があり、サンティアゴ川を介してラプラタ川とつながっている。 19世紀後半から20世紀初頭にかけて大規模な拡張工事が行われたが、あまり活用されていない。郊外にラプラタ空港があり、中心部から約 7km の地点に位置する。一般航空や公共機関所属機等が使用している。エストリアンテスでラプラタやヒムナシアイエスグリマラプラタなどのサッカークラブが存在する。公式サイト。 ありがとうございます。